おはようございます。早上好。先週は特別な動詞を一緒に学びました。今週は似てるような副詞を一緒に学びましょう。今日勉強する副詞は全部で5個です。この5個の副詞は全部1が入ってます。ちょっと似てますね、見た目は。だから混乱しやすいです。でも大丈夫です。今日は一緒に学びましょう。今日勉強する副詞は一共、一样、一定、一起、一般、全部1が入っていますね。でも私は1を読むときは発音、その姿勢が変わっています。その理由知ってますか？実は1の発音は全部で4つがあります。難しい一般的に数字を数えるとき、例えば1,2,3,4,5 を数えるときは1の発音はイです。つまりイ声です。もし4声の文字の前に置くと、この1は2声で発音する、2声になりますね。4声の前には2声で発音する。それ以外に1の発音は4声です。つまり1声、2声、3声の文字の前にの前の1は4声で読みます。ちょっと難しそう難しいですけど、でも本当は上の方を覚えたら大丈夫です。つまり後ろのは4声だったら前は2声です。それ以外に全部1は4声です。だからイコンですね。なぜならコンは4声です。だからこの1は2声になります。ヤンも4声だからこれは2声、ディンも4声これは2声、でもチは3声ですのでこれは4声になります。1バン1声だからこれは4声一般、上だけ覚えば大丈夫です。4世の前は2世、それ以外は全部4世はい、没问题吗？でも今日のポイントは1の発音ではないですね。今日のポイントは1が入ってる副詞の意味と使い方です。はい、まず文章を一緒に読みましょう。文章1、教室に一共有多少人？教室里一共有多少人？教室里どういう意味ですか？教室は教室、里は中。教室里は教室の中。一共、全部で、すべて、まとめての意味です。副詞は一般的に動詞の前に置きますので、動詞は有ですね。有はあるといるの意味です。多少人は何人、多少疑問詞、どのくらい、人、人だから多少人は何人。教室に一共有多少人、教室の中には全部で何人がいますかっていう意味になります。なんでこの尋問ですか？なんか複雑ですね。場所は一般的に前です。教室に在がない場合は場所は一般的に前です。はい、次の文章一緒に読みましょう。我们一样爱学习中文。我们一样爱学习中文。我们、私たち、一样、同じに、同じ、爱、愛する、好き、学习、勉強、中文、中国語。我们一样爱学习中文は、私たちは同じに中国語を勉強することが好きですが、愛しています。まあ好きより強いですね。多分この文章をパッと見ると、あれ、動詞は2つがある。なんでイヤンは愛の前です。でも学習の前ではない、副詞です。
この副詞は一般的に本当の動詞の前に置きます。本当の動詞とはつまり主語の SVO の動詞、主語は我们、動詞は I。 学習中文は一個になっている、つまり中国語を勉強することになっている。だから学習中文よ、あ、この学習中文自体はもう目的語になっています。だから本当の動詞は愛です。中国語を勉強することが愛する。だから愛は本当の動詞、一样は愛の前に置きます。没问题、一样。もちろん一样は同じの意味もあります。一样、例えば、あ、友達と一緒にレストランに行くとき、例えば友達、美味しいウーロン茶を注文しました。私も一生、日本語よく一生、みんなよく一一言ってしまいますが、その時の一生は、つまり同じの一生は一样ですね。一ではない。これ、この辺は気をつけましょう。一样は同じです。同じの意味、日本語の一生、同じ、一样です。はい、次の文章一緒に読みましょう。他一定知道这件事。他一定知道这件事。一定は必ずの意味です。他、彼、一定必ず知道、知ってる。这件事、このこと。这、この、件は、事の資料詞です。一つのことは一件事。二つのことは两件事。このことを言うときは、真ん中にはよく数量詞を入れます。例えば、この人、这个人ですね。でも、話すときは、実はこの真ん中の数量詞を略しても OK です。つまり、他一定知道、这是だけも正しいです。はい。一定は、副詞なので、動詞は、当然、知道ですね。知っているは動詞です。もし、SVO 言ったら、他知道这件事だけ。副詞入れると、動詞の前は、ここですね。だから、一定の場所は大事です。他一定知道这件事。彼は必ず、このことが知っている。はい、次、一起。これは一緒に、の意味です。一緒に何々する。日本語の一緒とちょっと違いません。さっきの同じの一緒は一样です。一緒に何々するのは一、気をつけましょう。なので、あ、友達はウーロン茶、私も一緒の一緒は一样、我也一样、私も一緒、我也一样、我也一ではないですよ。気をつけましょう。はい、じゃあまずこの文章を一緒に読みましょう。我们一起吃饭吧。我们一起吃饭吧。我们、私たち、一起、一緒に、吃、食べる、吃饭、ご飯を食べるか食事するの意味です。ば、どうですか？意見を聞くときはよく文末にばつけます。つまり、私たち一緒にご飯を食べるのはどうですかっていう意味です。イコール好吗、だから我们一起吃饭好吗と我们一起吃饭吧、同じです。大事なのは、一起は副詞なので動詞の前です。一緒に何々するの一緒は一起です。いやではないです。あ、結構繰り返していてますね。大事です、大事です。はい、次は一般、また一が入っている副詞です。我一般待在家。我一般待在家。我、私、一般、日本語と似てますね。一般的に。我一般待在家。私は一般的に家にいる。一般は副詞です。だから動詞の前に置きます。動詞は待、待の意味はとどまる といるのこと。だから待在家、家は場所なので在が必要です。待在家、
もし会社にいるは待在公司でもいいし、もし日本にいる待在日本とか待とどまる。待を使うときはとそこにいるけど特に何をするはっきり言わないときはよく待使います。好的。一般は一般的に副詞です。我一般待在家。でも一般は普通の意味もあります。例えば你喜欢中国菜吗？中華料理好きですか？まあ一般、普通、一般。でも動詞の前に置くと副詞になります。はい、今日は5個の副詞、5個似てるような副詞を学びました。5個の副詞は全部1入れます。でも意味全然違います。気をつけましょう。一共、すべて、全部で。一样、同じ。一定、必ず。一起、一緒に。一般、一般的に。はい、覚えましたが、時間があればぜひぜひこの副詞を使って例文作ってみてください。今日は見てくれてありがとうございます。また次回、また同じのような副詞を一緒に学びましょう。似てるようなまとあ似てるような副詞を同時に勉強すると覚えやすいので、だからメモ大事です。はい、谢谢大家，下次见，再见。